こんにちは、池田しおりです。みさきです。今日はこちらのルナソルのアイシャドウを使って、これからクリスマスデートなどで使えるアイメイク、アイシャドウの使い方を今日はやってみました。ボルドー系のお色なので、ちょっと潤んだ瞳に見えたりとか、ちょっと泣き顔のような感じに見えるので、デートで男心をわしづかみにできると思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画スタート。ルナソルのアイシャドウを使っていきます。右下の色をブラシ全体につけます。発色がとてもいいので、少し指に押さえてから塗っていきます。真ん中から塗ってあげて、全体に伸ばすと綺麗に塗れます。アイホール全体に伸ばしていきます。左下の色をブラシにつけます。こちらも発色がいいので、一度指にのせて二重幅より下に塗っていきます。二重のこの際のところも塗りたいので、少し持ち上げて塗ってあげると塗りやすいです。真ん中にのせて左右でぼかす感じに塗っていきます。細いブラシで右上の濃い茶色をのせます。筆の先を使ってペンシルのように、また上に引っ張りながら目の際にアイラインを引くようにのせていきます。その時目尻の方から塗ってあげると塗りやすいです。薄くぼかしながらのせていきます。細い筆でボルドーの色を取ります。先ほど引いた目の際のラインの上にボルドーの色を重ねていきます。そうすることによって目に深みが出てくれます。先ほどのボルドーの色で下まぶたの黒目の下の部分に、際の部分に色をのせていきます。そうすることによって少しうるっとした瞳に見えてくれます。色が濃すぎると少しおかしくなるので、綿棒でぼかしていきます。ほんと少しだけ赤くなってるぐらいで大丈夫です。ラメは筆で塗るより手で塗った方が綺麗に発色してくれるので、手にのせて少しなじませて、目の黒目の上の中央の部分にのせていきます。で、ツヤを出していきます。細い筆で下まぶたの目尻の部分にラメをのせていきます。次にアイラインを使っていきます。優しいイメージにしたいので、目尻だけ少し垂れ目気味にアイラインを引いていきます。その時に斜め下に引っ張りながら引いてあげると簡単に引けます。この時もそんなに長く引かなくて大丈夫です。少しはみ出るぐらい引き上げます。はい、こちらで完成になります。クリスマスデートなどで使えるボルドーメイクです。よかったら参考にしてみてください。